皆さん、こんばんは。今回は地球に穴を開けるには何年かかるかを計算してみます。はい、これが地球です。えまず最初に断っておきますが、地球の内部は非常な高温高圧の状態ですのでえ、今の人類の持つ技術では地球に穴を開けることは当然できませんえ。ちなみに地球の内部はこんな感じになっていると考えられています。 これが私たち普段生活している焦層の地殻。これがマントルで、ここは外殻、そして中心が内殻になります。これが地球物理学者によるシンプルでスマートな地球内部の分類なんですが、一方地質学者によると、この地殻はさらに色々細かく分類されます。この地質学者による分類はものすごく地味で大変な作業なんですが、 これによって地球の歴史や生物の歴史が分かってきます。話を元に戻して、地球内部は地殻を除くほとんどの部分が非常に高温高圧ですので、実際は掘ることはできないんですが、仮にこのように、すべてが表層の地殻と同じ物質でできていると仮定して地球に穴を開けます。はい、一旦元に戻します。 ちなみに世界で最も深く掘った穴は、えー、調査目的で掘られた旧ソ連のボーリング港の12,261メートル、えー、つまり約12キロメートルという記録があります。えー、場所はここ、えー、ロシアのコラ半島で、えー、これが、えー、世界で最も深い掘削港を掘った施設の跡地です。えー、名前はコラ半島超振動掘削港と言います。 このプロジェクトは1970年から開始されて1992年までの22年間続いたんですが、途中で地中の温度が180度になってしまって掘削ができなくなり中止されたそうです。温度が上がるとドリルが使えなくなってしまいます。プロジェクトの途中にいろいろ中断とかあったそうなんですが、約20年間掘って1 2キロですから、 地球の裏側まで行くにはものすごい大変というのが容易に想像できます。これが当時の稼働中の施設です。これが作業中の様子です。これが掘削工ですね。これがドリルで、このボーリング工の直径は 23cm になります。結構ですね、あの、ちっちゃいです。これは断面図のイメージですが、こんな感じで掘ったそうです。 これが施設で、これが穴です。これで12キロですので、地球を貫通させるにはこの1000倍ほど頑張らないといけません。例えば地球が、このような直径10センチ、川の厚さ1ミリのリンゴだとすると、ここを10倍ズームします。さらに2倍にして、さらに2倍します。はい、人類の掘った最も深い穴は、これ。 はい、これです。えたったの0.1ミリに相当しますえ。川を突き抜けていないどころか、川のたった10分の1しか掘っていません。え次に富士山登山に例えてみますえ。富士山頂を地球の裏側まで掘った穴として、え5合目の登山口から登った場合、人類の掘った最も深い穴はどのくらい歩いたことになるでしょう はい、それではこの人に歩いてもらいます。はい、えー、たったこのくらい歩いただけに相当します。まだまだ山頂ははるかに遠いです、えー。実はこの動画の最後で判明するんですが、えー、このように距離で換算するとこのくらいになるんですが、時間に換算するととんでもない結果が出てきますので、えー、最後まで見てください。次に穴を開ける方法ですが、 例えば天然ガスはこのような大きい矢倉を組んで掘り進めます。えこの写真は自衛隊の巨大なトンネル掘削ドリルです。え次にこれは北海道の富良野に行った時に偶然ボーリング工事を見かけたので、えその時に撮影した動画ですえ。これは地質調査で使用されるボーリングマシンです。同じく北海道富良野での動画ですえ。これが前景写真です。 違う写真ですが、角度を変えた前傾写真ですで。今回はこの小さい地質調査用のボーリングマシンで地球の裏まで穴を開けるとどのくらい時間がかかるかを考えてみます。このちっこいボーリングマシンで地球に穴を開けるというのは、バタ足で泳いで太平洋を横断するとか、私がこれからワールドカップサッカーの日本代表選抜に挑戦するとか、 あの、そんなレベルよりもはるかに困難な挑戦だと考えられますえ。次にこのボーリングマシンをイラストで見てみましょう。はい、これが、えー、大雑把な全体像になります。えー、これが穴を掘るボーリング掘削マシンです。えー、これが、えー、先っぽに刃がついた、えー、岩石を採取する筒状のサンプラーです。このサンプラーを油圧で押しながら回転させて穴を掘り進めます、えー。それでは実際に動かして穴を掘ってみます。えー、まず拡大して、 サンプラーを下ろして、油圧で押しながらドリルを回します。サンプラーを上げます。はい、これで筒状のサンプラーの1本分が掘れました。今掘れたこの筒状のサンプラーの中身え、つまりボーリングコアを出してみましょう。はい、まずこの部分、ボーリングコアが入ったサンプラーを拡大します。これがボーリングコアです。 ここでは5回分、つまり5本取り出して、箱に入れました。そしてこれが実際に採取されたボーリングコアの写真です。えー、さて、えー、それではこのボーリング掘削マシンで地球に穴を開けると、どのくらい時間がかかるかを計算してみます。まずは、先ほどの掘削マシンをよりわかりやすい模式図で見てみましょう。えー、サンプラーの長さは1メートルとします。えー、それでは開始します。 掘って1メートル上げます。ロッドを下ろして掘って2メートル上げます。ロッドを下ろして掘って3メートル上げます。この要領でどんどん掘っていきます。それでは計算してみます。ここから約3分間は数学の話になりますので、結果だけを知りたい方はここを飛ばして視聴してください。飛ばしても特に問題はありません。 この筒状のサンプラーの長さをやはりこのように1メートルとして、ロッドを1メートル上げ下ろしするのに要する時間を A 秒として、1メートル掘るのに要する時間を B 秒とします。それでは開始します。1メートル掘るには、折って B 秒、上げて A 秒。2メートル掘るには、下ろして A 秒、折って B 秒、上げて 2A 秒。 3メートル掘るには、下ろして 2A 秒、掘って B 秒、上げて 3A 秒。4メートル掘るには、下ろして 3A 秒、掘って B 秒、上げて 4A 秒。5メートル掘るには、下ろして 4A 秒、掘って B 秒、上げて 5A 秒。ここまでの結果を表にしてみます。 次に、n メートルを掘った時の時間を考えます。これは簡単です。まず、下ろす時間は、n、n-1a となり、掘る時間は、これみんな同じですので、b となり、上げる時間は、na となります。そして、深度 n メートル地点での1本を掘るのにかかる時間は、ここの合計ですので、カッ 2n-1a プラス b となります。 そして、ここまで掘るのにかかった総合計時間は、ここを足したものですから、数式で表すと、このようになります。あとはこれを計算すれば、N メートル掘るのにかかる時間が求められます。これの計算は高校で習った数学ですので、忘れた方は眺めるだけで結果を見てください。はい、結果が出ました。 AN 事情プラス BN。これが N メートルホールドに必要な時間です。A は、ロッドを1メートル上げ下ろしするのに要する時間ですが、これは20秒とします。え、上げ下ろしだけでそんなに時間がかかるのかと思うかもしれませんが、ロッドとロッドをつないだり、取り外したりする作業がありますので、あの、結構これ大変で時間がかかります。20秒でもちょっと早いかもしれません。 A, B は1メートル掘るのに要する時間ですが、これは10分としますえ。つまり600秒。これは掘る岩の種類によって変わるんですが、10分はかなり早いと思います。さて、いよいよこの式の N に地球の直径を代入すれば地球に穴を開けるのにかかる時間が求まりますが、その前に小さい数を当てはめて確かめてみます。まずは、100メートルを代入して、 100m 掘るのに必要な日数を求めてみます。すると、3日となりました。1日8時間勤務で9日で掘れます。かなり現実に近いと思います。次に、世界最新の穴、12km 掘るのには何年かかるでしょうかこれは計算すると91年と7ヶ月になりました。コロハン島の穴が20年なので、4.5倍もかかっています。それでは次は本題です。 えー、この n に、この式の n に、えー、直径1274万2000を代入してみます。すると、約1億と300万年です。えー、約1億年前から掘っていれば、えー、現在地球に穴が開けられるということになります。えー、1億年前とはどんな時代だったでしょう 1> 約1億年前は恐竜の時代でしたえ。残念ながら人類はまだ地球上にいませんでした。想像以上にとんでもなく時間がかかることがわかりましたが、これは自分で深い穴を掘ってみれば感覚的にわかると思いますえ。最初は簡単に掘り進められるんですが、だんだんとえ掘った時に出てくる土を上に上げるのが大変になって、掘るスピードがだんだんと落ちていきます。この現象は、 この指数関数に現れています。土を上に上げる作業がなければ、このような指数関数にはなりません。ということで、地球を貫通するのに必要な時間がわかりましたので、次はこういうことをしてみます。地球の裏側まで穴を掘るのを富士山登山に例えると、人類で最も深い穴は、8歩ぐらい歩いた程度になりましたえ。距離で例えるとこうなりますが、時間だとどうなるでしょう 人間の人生85年に例えると、人類最新の穴は、た、え、い、ー、何歳ぐらいになるでしょうこの辺でしょうか、えー、それとももっと短いこの辺でしょうか、えー、さらにもっと短いこの辺でしょうか、えー、答えはここです、えー。これを計算すると、約40分となります。えー、なんと生まれておぎゃーと泣いて、まだ1時間も経っていません。 人生は始まったばかりで、始まったことすらまだ気がついていない状態です。1億年と聞いてもその凄さがピンとこない人もいるかもしれませんので、えー、例え話で1億年の凄さを表現してみます、えー。例えばある男女が生まれて、この男女が結婚して夫婦になり、30歳の時に子供を2人産みます。 さらにこの二人の子供が誰かと結婚して30歳の時にまた子供を二人産みます。さらにこの二人の子供がそれぞれ誰かと結婚して30歳の時にまた子供を二人産みます。そしてその子供がまた誰かと結婚してまた30歳の時に子供を二人産みます。これを1億年続けるとこの最初の夫婦の子孫はとてつもない大きな数になります。それは 100万飛んで3433桁の数になります。これは100万飛んで3433人という意味ではありません。この子孫の数をこのような80ページのノートにびっちり書くと、このノートが25冊必要になります。例えば100円玉を銀行にいて金利3%の定期預金に預けると、複利で計算して1億年後には、 128万3724桁の金額になりますえ。間違えないでください。これは128万3724円という意味ではありませんえ。この金額を先ほどのこの80ページのノートにびっちり書くと、このノートが32冊必要になります。このとてつもなく大きい金額をすべて読み上げるだけでも、例えばこのくらいのスピードで夜も寝ないで休まず読んで、 丸4日かかります。1億年の話はそろそろやめにして、話を穴掘りに戻します。えさて、もちろん両側から、えー、つまり地球の裏側からも掘ればもっと早く掘ることができます。えこの場合も計算してみました。え結果は、え約2500万年になりましたえ。両側から穴を掘るよりも時間を4分の1にまで縮小できます。 えちなみに2500万年前も、えー、まだ人類は出現していません。これで最後になりますが、地球に穴を開ける最後の1メートルを掘るにはどのくらいの時間がかかるのかを求めてみます。えこれを求めるのは簡単ですので、計算結果だけを紹介します、えー。これが地球で、これが掘削機で、これが最後の1メートルです。えー、まずロットを下ろして、えー、8年1ヶ月、 掘って10分。ロットを上げて8年1ヶ月かかります。え合計で16年2ヶ月と10分え。なんと最後の1メートル掘るのに16年かかってしまいます。え掘る時間はたった110分なんですが、上げ下ろしするだけで16年かかってしまいます。今夜はこれで終わりですが、次回といいますか、今回の続編の予告をします。 今回地球の裏まで穴を掘ったので、たくさんのボーリングコアが取り出されました。このコアを砕いて砂状にして砂山を作ると、どのぐらいの大きさの山ができるでしょうか。これを計算してみたいと思います。それではおやすみなさい。